それでは2120年8月14日今日の天気予報をお伝えします。全国的に猛暑マークが多くなっており、今日で35度を超える猛暑日は50日連続です。8月に入ってからは連日40度を超える酷暑日が続いており、各地で猛暑を超える暑さとなっています。全国の天気マークを見ても、北海道以外の地域はすべて猛暑マークとなっています。今日は太平洋高気圧の張り出しが強まり、太平洋側を中心に気温が上がります。特に名古屋44度、広島43度、大阪と福岡は42度となっています。関東も南部ほど気温が高く、山梨では44度が予想されています。熱中症情報を見ていきましょう。山梨県全域で危険または厳重警戒となっています。日中は外出危険ですので、お年寄りの方、小さなお子様はくれぐれも外に出ないように、エアコンなどで温度調整がされている部屋へ避難してください。ペットの散歩も危険ですのでやめてください。外出する方はデング熱やマラリアを媒介する蚊に注意をするようにしてください。さらに今週末は最大風速60メートル以上の台風、スーパー台風が接近する恐れがあります。外出先でも台風の進路や雨の状況などの最新状況を確認するようにしてください。最後に長期予報のトピックスです。今年の紅葉は去年よりさらに遅くなり、クリスマスに色づき始めそうです。今年のサンタも半袖でやってきそうですね。それでは、100年後、当たり前だと思われてきた生活や常識は一変し、私たちの生活に大きな変化が起こります。気候変動における危機は確実に迫ってきています。このまま地球温暖化が進むと、一体どうなってしまうのか、さまざまな視点で分析してみたいと思います。気候変動とは、気温及び気象パターンの長期的な変化を指します。気候変動の要因、地球温暖化は自然の要因と人為的な要因があるとされてきましたが、研究機関の調べで人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないと判断されました。このまま気候変動対策を迅速に講じなければ、日本の経済社会に甚大な被害が出ると言われています。気候変動への対策は主に緩和策、適応策があります。 CO2 などの温室効果ガスの排出量を削減する緩和、今よりも気温が上がったり雨の降り方が極端化してしまったりする状況下でも最小限の被害に食い止めるための適応を理解する必要があります。緩和だけを行えば適用の必要はないというわけではなく、緩和と適用を車の両輪のようにバランスよくそれぞれ進めていく必要があります。では世界、日本の温暖化傾向はどうなっているのか詳しく見てみましょう。温暖化を研究している研究機関の調べによると、世界的に年平均気温は長期的に上昇しており、世界平均気温は工業化前と比べて約 1.09 度上昇しています。一方、日本の年平均気温で見てみると、このように年々上昇しているのが分かります。特に1990年代以降、高温となる年が頻出しており、100年あたり 1.3 度の割合で上昇しています。日本の平均気温の上昇率は世界の平均気温の上昇率と比べても大変大きいものです。 1.3 度と聞くとそこまで大きな差がないようにも感じてしまいますが、このまま気温が上昇し続けると気象災害におけるさらなる激甚化、頻発化が予測されています。このまま温暖化対策を講じなかった場合、山梨にはどのような影響があるのでしょうか。2040年には 2.1 度、2080年にはなんと 4.6 度、年平均気温が上昇する予想です。
気温が上昇することで最高気温35度以上の猛暑日や夜間の最低気温25度以上の熱帯夜数は増加します。熱帯夜は最大で1年間に約92日、猛暑日は最大で1年に約65日にまで増加します。熱中症のリスクが急増する WBGT 28度以上の日は最大で1年間に約 7.8 倍にもなります。このまま熱帯夜が多くなると大月や河口湖などといった富士東部地域でも夜間のエアコン稼働が必須となり、暑さ対策を行っていかなければいけないことが予想されます。他にも雨の降り方にも影響を及ぼします。滝のようにザーッと降る雨の発生日数は最大で現在の 5.3 倍にまで増加する可能性があります。普段通っている近くの道路での土砂災害や洪水、アンダーパスでの車などの水没事故につながる恐れがあります。こうした気候変動は我々の身近な食べ物にも影響を及ぼしてきます。名産品としても知られているブドウ、桃は夏季の高温によりブドウの着色不良や桃の日焼けなどの発生が多くなる恐れがあります。このままだと私たち県民の生活はもちろん、県の産業にも大きな影響が出てしまうかもしれません。気候変動によって生じた影響、これから予測されるさまざまな影響について知ってもらいましたが、実は適応策は身の回りでもすでに取り組まれています。例えば気温上昇による農作物の生育障害や品質低下を防ぐために、高温の影響を受けにくく高品質で安定生産が可能な品種を開発し普及する研究や栽培時期の調整が行われています。また私たち自身についても、熱中症のリスクを避けるためこまめな休憩、水分補給を行ったり、自然災害の被害を軽減するためハザードマップを事前に確認するなど、しっかりと考え影響に備える習慣を身につけることが重要になってきます。適用は国や地方公共団体が行うものもあれば、個人で行えるものもあります。健康や暮らしの安全を守ることを通じ、より一層豊かな社会を実現する。適用にはそういった側面があり、適用は新しい社会、そして未来を創造することとも言えるのです。持続可能な社会の実現に向けて、気候変動の重要性に対する関心と理解を深め、私たちが今できることを考えて行動していきましょう。